はい、どうもパテモス協会でございます。さあ今日もカレーでなんかしたいなと思います。本日は焼きカレースパゲティでございます。皆さんもカレーが余った翌日にはやってみてはいかがでしょうか。というわけでレッツパテモスクッキング。はいはい、ということでね、こちら鉄板熱してます。鉄板です。こちらの方にまあ、オリーブオイルにしよっかな、今日はな。オリーブオイル入れます。ちょっとしっかりめでもいいかな、ちょっとな。今日は珍しくこっちパスタしてない、パスタ茹でてないというね。これはね、後々わかりますから、うん、で、準備済ませてた、準備済ませてたわ。本当はね、まあ、ちょっと準備処理よかったけどね。よしよし、ちょっと火を弱めにして、まずはニンニクね、香り出し程度一かき。まあ仕事なんでね、あんま入れたらダメなんですけど、まあ、今日はちょっとどうしても入れたい。香り出しにね、ちなみに弱火です。熱いですんで、水熱いですから、パチパチして熱いですからね、うん、俺の手からをしてる水でパチパチします。気をつけてください、その辺はね。よし、で、ちょっとまあね、きつね色に色づき出し、色めき出しましたら、ウインナー入れます。よし、下味いらないです。下味はないんで、下味全然いらないです。まあね、フライパン飯になると思いますね、今日はね。さあ炒めよう。さあ、ある程度炒め上がりましたら、ここがちょっとポイントです。こちらゆでて、ちょうどぐらいで茹でたやつかな。ちょうどよりちょっと1分ぐらい長めに茹でたね、パスタ、オリーブオイルと塩を入れて茹でたパスタに、最後くっつかないようにオイルをね、結構しっかりしてます。あ、電話かかってきちゃった、さあ電話かかってきたんですけども、まあやりましたんで、ではね、これね、茹でたパスタに油を絡めてこうほぐしといたものですね。これ入れます。入れますね。この器は所詮ね、油が入っているだけで、このまま使います。使ってもいいですね。あ、使おうかな。あ、いいか。炒めます。この時に気持ち塩コショウですね。ちょっとでいいですね。まあ、油しているんでくっつきませんので。いいですね。はい、ウインナーがゴーアウトしましたね。あんまガチガチやると IH が画面ガラスが割れるかもしれません。その辺は気をつけてください、まあ中火ですかね、今は、おい、いかない、うまく、全然うまく回らない。なんでかっていうと、これね、結構ね、家族いらっしゃる方とか、もういちいちその度に茹でるのめんどくさいですよ。だし、まあ1時間とか2時間置いておいてもこれ大丈夫ですんで、茹でて、パスタを茹で置きしといてください。油からめてね。だもう、直接焼くだけですもんね。よし。よし。まあ、ちょっとくっつき出してきたな、危ないな。火を緩めよう、まだね、油の馴染んでいないフライパンなんですね。さあ、こうなりましたら、残ってるカレーをね、入れます。まあそんなにいっぱいいらない。まあ1人前よりちょっと少ないかなぐらいでいいと思います。
よ、混ぜる。まだまだあったかいカレーかける必要ないですよ、別に冷たいんでいいんでね。でパスタはね、アルデンテとかも関係ないです、こんなんと。僕的にはね、まあ、気にする人は1分短く茹でるとかね、この辺適当にやってください。私はこんなのにはどうでもいいんで、そんなことは気にいたしません。よし、カレーかけようか。いいですね、これ美味しいかな。私よくやるからこれね。まあ前にね、焼きカレースパイフライパン飯で、あのフライパン飯で焼きカレースパゲッティやってましたけど、これですね、まさしくこれですね。表混ぜる手が表、せっかくやしね、ここに入れるか、入れちゃおうかな。このままちょっと焼き目をね、つけましょう。これは極力放っておいてください、くっつかないように。どうかな、こんなもんかな。 OK、 で入れていきます。うわー、また量増えたな。で、まあ色ほどついてないですね、まだ新しい割には大丈夫そう。よし、ダライアンと焼きパンは、鉄パンはこっちで焼きますけど、よし、ね、この間にこちら、よいしょ、よいしょ、冷凍のチーズ、冷凍にしちゃったチーズね。うわ、全然砕けない。意外にね、コートチーズ硬いから砕けないんだよね。あ、出た、今のところ出ちゃった、今のところ出ちゃったわ。よし、まあ、チーズあんま好きちゃうからね、ほどほどにします。あ、出た、出ちゃった。ほら、もっとふざけさらせ、チーズ、でっかい塊が出てきそう。乗せっかな。ああ、いいか、入っていいわ。あんまチーズ吸っちゃうし、これぐらいでいいわ。そうこうしているうちに、こっちはもう焼けたので、油、キッチンペーパー、わお、怖い、お箸、油を慣らしておきます、フライパンにしっかりとね。
まあ、手入れですよ、もうこれ使わないんで。今日はよし、煙出る前しっかり溶いてもらえたんですよ、強火でね。はい、これで手入れ終わりです。そして久しぶりの登場、バーナーでいただきましょう。あの、ちなみにオーブンで焼いてもいいです。オーブンで焼くのは5分以上焼いた方がいいかもしれんね。トースターとかやるともうちょっと短いかも。オッケー、ちょっと換気扇回ってるのが良さかったかもしれませんけども、こんな感じの焼きカレーパスタの完成です。簡単でしょ。